北海道からこんにちは、ポミーヒルフィガーです。ディズニーつむつむ、今日もやっていきたいと思います。5月も末になりまして、ついにね、セレクトボックスとあと、まあ、確率アップがね、現在同時進行で行われている状況ですと。まあ、これはね、今現在開催になりましたスコアチャレンジ、まあ、対象のツムが今月のね新ツムと、あとまあ期間限定ツム、まあ、入り混じったやつだったので、まあ、こういう状態になってしまっているということなんですけれども、私今月のね新ツム5体引き終わりましたので、まあ特にその辺は問題ないんですけども、私ですね、このつむつむ動画を始めて、この方セレクトボックスほとんど引いてないんですよね。はい。なんでかって言いますと、まあとにかくですね、新しく出る新つむを優先的に引いていこうというふうな計画を立てていたからなんですけども、最近だいぶ新つむを引いていく上でスキルマックスになるまでの必要コイン数っていうのがだいぶ減ってきたんですよね。まあ、要は常駐ツムが減ってきたっていうところなんですけども、今ね、常駐ツムが残りね26体かな。はい、この部分が、まあ、新ツムの出る確率を邪魔してるっていう感じですかね。はい、ちょっと言い方悪いんですけども、はい、これね多分このペースだと年内ぐらいにはほとんどなくなっちゃうんじゃないかなっていう感じがしてます。なのでそろそろねセレクトボックスの方にも徐々にね新ツムのコイン足りなくならない程度にちょっとずつ使っていこうかなって思いまして、今日はね珍しくこちらのセレクトボックスを開封していきたいと思いました。そうだな、100万コインにしようかな。ってことで、まあ3で割ると割り切れないんで33回引いていこうかなと思っております。では早速リストの方なんですけども、私ですね、まあ常駐になってるやつと、あと新ツムでうまく引けた豆の木ミッキーですね、はい、合計4つスキルマックスになってるんで、残りが6種類ですね、マックスエリザベススワン、 BMAX2.0、 MU マイク、ウーティー保安官とミスターインクレディブルと、まあ、このね6体が出るという内容です。なのでまあ6で割って確率 16.67% と、まあみんな同じですよってなってるんですけども、まあこれね人によって多分ばらつきだいぶ出ると思うんですよ。なんだかんだ見えない確率があるんじゃねえかっていう風に見えてしまいがちなので、私のね引いた、まあ、確率もちょっと出していこうかななんて思っております。じゃあ早速ね、引いていきたいんですけども、雑談しながら今日もね引いていきたいかなと思っております。じゃあ引いていきましょう、スタート。さあ1個目なんでしょうね。できればあのスコアチャレンジ、あのね C グループだったかな、 MU マイクとかあの辺がねちょっとスキルが育ってないんで、おい、ベイマックス 2.0、 これは違うね、 A グループだっけ。はい、なるべく C グループのが欲しいんだよな。だから MU マイクとウッディ保安官となんだっけ、あとエリザベススワン、あーそうだそうだ、あと1個はミスターインクレディブルだね。この3つが欲しいんだよな。ほい、次、お、また出ました、ベイマックス 2.0。 3つ目でもうねダブったね。お、やった、 MU マイク、お、いいね、スキル3、やりました、ミスターインクレディブル、スキル3だったんだね。まあ、4に上がっても弱そうだなちょっと失礼ですね、すいませんでした。いや最近さちょっとさ、ほんと風邪ひいたんですよね、風邪、お風邪を、エリザベススワン。いや何せさ、あのね北海道ちょっと声裏返っちゃった、北海道めっちゃ暑かったんですよ、急に。温度変化がちょっとひどかったからなのかな、ちょっと体がついていけなかったのか、ちょっと風邪ひいちゃってさ、もう大変大変。ベイマックス 2.0、
まあ仕事とかもねあったんで休めなかったんで、まあ栄養ドリンクとかね飲みながらなんとか耐え忍んだんですけども、 M4 マイク。しかしまあね、風邪ひくと何やってもうまくいかないですよね、不思議と。エリザベススワン、食事とかもさ大変で、で仕事のさお昼休憩の時にちょっとお弁当とかね何も持ってってなかったんで、なんかとりあえずお腹に物入れなきゃなっつってコンビニ行ったんですよ。ベイマックス 2.0 スキル4で、私ねとりあえず何でもいいやと思ってカップ麺にしようと思って、はい。で僕カップ麺、あのうどんが好きなんですよね。赤いキツネと緑のタヌキで言ったら赤いキツネ派なんですよ。コンビニ限定で今あの赤いタヌキってあるんですよね。あの赤いキツネだったらうどんに揚げ、お揚げが入ってるみたいな。赤いタヌキはうどんなんだけど天ぷらが乗ってる、もう天ぷらうどんですね、はい。それがね、まあ、コンビニ限定であったんで、あ、せっかくだからこれ食べようと思って、食べたことなかったからね。ベイマックス 2.0、 それで買ったんですよね。で買って、まあ、お湯入れようと思ってさ、お湯入れたらさ MU マイク、風邪ひいてるからちょっとね注意力が足りなかったんだと思うんですけども、まあ、自分のせいでもあるんですけども、お湯入れたら水だったんだよねもうね最悪。もう風邪の時にそういうことってなんか起きちゃいません？そういう時にこそ起きるよね、普段絶対起きないのにさ。ほんとショックだった。ミスターインクレディブル、あ、一応さ水でも食べれるの知ってます？水でもなんか結構長い時間カップ麺って置いといたらふやけるんで、一応冷たい状態でも食べれなくはない。うん、そうなんですよね。ベイマックス 2.0 なので、まあ置いとこうかなと思ったんですけど、でもさ休憩の時間ってあるじゃないだからいや絶対食えねえなと思って諦めて、もうね捨てざるを得なかったね。エリザベススワンっていう最近の悲しい思い出でございました。ミスターインクレディブル、エリザベススワンでさ、すごい最近暑かったじゃないですか。で、北海道の中でも一番東側の方、日本で一番こう日が昇りやすいとこですね、早く、はい。で、あのサロマ町、サロマっていうとこがあるんですけど、サロマ湖っていう大きい湖がある付近なんですけども、そこがね一番気温高かったのかな。ミスターイングレティブル、確かね 39.5 度だったかな、もうちょっとで40度、まあ、そこまで行ったら40度行ってほしかったけどね。逆に記録って言ってたからね、観測史上最高って言ってたかな。 M4 マイクとか確か5月の観測史上では一番高かったっていう話ですね。まあ北海道全体暑かったので、他の地域も全然暑かったんですけど、あの北海道の真ん中に帯広ってあるじゃないですか、知ってますかね。北海道民じゃない方はちょっとあまり馴染みないと思うんですけども、エリザベススワン、そこでもですね38度だったかな、うん、結構暑かったんですよ。札幌も32、3度あったんじゃないかな。 M4 マイクで、まあその帯広で38度で、帯広から南に少し行くと、お、やっと出たマックス、初めて出ました。で帯広から南に行くと、まあ、有名な北海道のこのひし形の一番下のとんがってるところ、襟裳岬、そう、演歌で有名な襟裳岬ってあるんですけども、そこの気温がね、12度だったかなすげえ寒かったんだよね。エリザベススワン、だから帯広っていう土地、まあ、ちょっと北の部分で38度で、南行くと12度、もうねその差26度もあったっていうね、襟裳岬がどんだけ寒いねんっていう
まあ不思議な気温だったよね。エリザベススワン、まああの日とその次の日もまあ暑かったんですけど、その次の日は少し落ち着いたのかな、まあ、20度の前半かな、23度とか25度いかないぐらいだったのかな。だからまあ過ごしやすくはなったんですけどね、これぐらいが多分普通なのかな。ベイマックス 2.0、 まあ何事もね、やっぱり徐々に気温上がっていただかないと、多分相当体調崩した方多いんじゃないかなと思います。またまたベイマックス 2.0。 まあ天気がね、急に暑すぎて、なんか農作物とかそういうのにも影響出たってニュースがあったんですよね、残念ながら。ベイマックス 2.0、 人間だけじゃなくてね、まあいろんなものに影響が出るんで、この異常気象って呼んでいいんでしょうかね。なんか毎年毎年こういう天候のニュースが最近増えてきてる気がするな。なんか昔小さい頃こんなじゃなかったよね。おー、やっと出た、ウリー保安犬。だってなんか毎年さ、最近このなんていうの、集中豪雨みたいな、マックス2個目、すごいなんかこうスコールみたいなさ、雨、なんか唯一のライフラインの道路が途切れちゃって村が孤立しちゃったみたいな、こういうニュースってなんか最近毎年あるじゃないですか。ああいうの見るとなんか怖いなって最近本当思う。お、やりました、マックス。まあなんだかんだ人間が悪いんでしょうけどね、まあ、人間が増えすぎちゃって生態系、自然がちょっと壊されちゃったってところが一番大きいんでしょうけどね。 MU マイク。しかしまあ気温って結構不思議ですよね、マックス。あの僕ですね、若い時、うん、そうだね、20代前半の時に、あの北海道から車で三重県まで行ったことあるんですよね。まあ、なんで三重かっていうとちょっと適当な理由なんですけど、エブユーマイク。なんかたまたまね、当時働いていた会社、今とは違うんですけども、まあ、長期で1週間少しかな、10日間ぐらい急にこう休みをもらうことができて、でもともと予定なかったんで、車で勢いでね、とりあえずどっか行こうと思って、まあ北海道で一番南、左下の函館まで行ったんですよ、車で。夜中に出発して朝方着いたのかな。でそっからどうしようかなって全然決めてなかったんで、でその時にたまたまフェリーの文字が見えて、そのまま車でフェリー乗れるんだって思って、フェリー乗って青森まで行って、 M4 マイクで、まあそのままね、日本海側ずーっと横断して新潟まで通って、その後長野県を南下して名古屋入って、で名古屋からまあ四日市で、最終的にね、松阪市で松阪牛食べたんですよね。はい、まあ知人とかもいたので、その土地にね、まあその知人に会って一緒にご飯食べて、でなんかたまたま教えてもらった北海道にゆかりの強い松浦武四郎記念館っていう謎の記念館があるよって言われて、そこを見て帰ってきた記憶がありますね。はい、で、あのその時に、でまあ多分標高が高いからなんでしょうけど、長野県で見た気温がね、夕方3時ぐらいだったかな、なんか3時ぐらいに長野県で車で走ってる時に、こう道路沿いにあった温度計見たら29度ぐらいだったんですよね。でそのまま夕方の5時6時ぐらいに名古屋の中心街に着いた時に、道路にあった温度がね、あ、まあ温度というか気温がね、32度だったかな。だから時間進んでもう夕方、もう日も暮れそうな時間なのに温度上がってたんだよな。あれ不思議だったな。まあ標高差とかね、あると思うんですけども、名古屋って暑いんだなって思いましたすげえ覚えてる、すっごい暑かったもん名古屋。はい、ということでこれ最後かな、ミスターインクレディブル。
はい、ということで、とりあえずね、100万コインということで、引きましたが、話に夢中になってしまってね、多分ね、2回多く引いてますね。合計ね、35回引いてます。はい、ということで、とりあえずね、内訳、はい、数字発表したいと思います。まず、マックスが4つ。エリザベス・スワンが8。ベイマックス 2.0 が9。MU マイクが8。ミスター・インクレディブルが5。そしてウディ・ホワンカンが1。全然出ねえのね、ウッディ。多分、一番評価高いんじゃない？この中でどう考えたって。あの、ジャイロ使ってさ、稼げたりとかさ、評価高かったよね、ウッディ・ホワンカンってね。だから多分、ウッディ・ホワンカンが強いから、絞られてます。見えない確率の絞りがあると勝手に思っております。なんかこんなこと言ったら怒られそうですけどね。はい、ただやっぱりね、確率っていうかね、出る癖がねあるんだよね、間違いなく。ということで、珍しくね、今日はねセレクトボックス引いてみました。この後ね、まだ1回もスコアチャレンジやってないんで、もうちょっとボーダーが固定したぐらいね、まあ一気にまとめて S ランク狙ってやっていこうかなと思ってますんで、明日ぐらいにしようかな。今日今ね、5月28日をね、夜中に撮ってます。で、昨日から始まったばっかりなんで、そうだね、29日あたりに挑戦していけば、まああんまりボーダーもいきなりね、ズドーンと上がったりしないと思いますんでね。なんで明日ぐらいにちょっと挑戦しようかなと考えております。ってことで、次の更新はだからスコアチャレンジになるかなと思います。はい、もしかしたらちょっと違うのやるかもしれないんですけども、まあその予定でいます。はい、まあ、なるべくね、こうやってセレクトボックスも引くことによって、慌ててね、コイン稼ぎしなきゃいけない状況を作って自分を追い込む。まあそうしていけばね、きっともうちょっとね、ペース上がると思いますんで、はい、頑張ってやっていきたいと思います。ってことで、今日はね、ずっとまあボックスっても雑談ですね、はい、やっていきました。ということで、次の動画でお会いいたしましょう。ポミーヒルフィガーでした。したっけ。